カエル。カワズ、カエルとは、脊椎動物アーモン、両生ズナ、ムビメ、カエルメに分類される動物の総称。故障として、カワズ、旧華な表記では、カワズなどがある。生体の頭は三角形で、目は上に飛び出している。胴体は丸っこく、尾はない。胴子が特に発達しており、胴肢でジャンプすることで、敵から逃げたり、餌を捕まえたりする。 後足の指の間に水かきが発達するものが多く、これを使ってよく泳ぐ。ほとんどの種で暴れ骨がない。前肢は人間の腕に似た形状をしているが、ジャンプからの着地の際に体への衝撃を和らげるのが主な役目である。餌となる小動物に飛びついて漁師で押さえつけたり、冬眠などのために土砂を掘ったり、汚れ落としのために、 カタシで顔を拭いたりする動作も可能である。アオガエルカやアマガエルカなどの樹上生活をする種の多くでは、指先に吸盤が発達し、その補助で細い枝などにつかまることはできるが、人間や猿のように物をカタしないし漁師でつかみ取ることはできない。妖精は、獅子がなく、ヒレのついた尾を持つ。生態とは違う姿をしていて、俗に、オタマジャクシ、オタマジャクシと呼ばれる。 食器のオタマジャクシに似た形状から、オタマジャクシは、エラ呼吸を行い、王を使って泳ぐため、淡水中でないと生きることができない。オタマジャクシは変態することで、王を持たず肺呼吸する、獅子を持った幼体、子ガエルとなる。なお、ごくわずかであるが、オタマジャクシの段階を経ず、そのままカエルの姿に成長する種類もいる。水辺で生活し、 陸と水中の両方で生活する種類が多いが、ほとんど陸上だけを生活の主体にしているもの、樹上にまで進出しているものもある。完全に水中生活のものはそう多くない。ほとんどが肉食性で昆虫などを食べる。小型哺乳類まで食べる大型の種もある。陸上で採食するものは舌を伸ばし、昆虫を底にくっつけて口に引っ張り込む。口は 非常に大きい。異物などを飲み込んだ時は胃袋を吐き出しそれを洗う行動をする。呼吸の大部分を皮膚呼吸に頼っていて、皮膚がある程度湿っていないと生きていけない。わずかに肺呼吸も行っている。その際は口を膨らませ、それによって得た空気を肺に送り込んでいる。つまり、空気を飲み込むような格好になる。これは、機能やを隔膜といった、 呼吸機構を獲得しておらず、それら補助機関による自発呼吸ができないためである。ただし、は、肺を持たず、皮膚呼吸のみで生きている。また、海水に入ると浸透圧により体から水分が出て、死んでしまう。ただし、例外的に水から離れて生活したり、気水域に住む種類も知られる。変温動物なので極端に暑い、寒い環境の際は途中などで休眠する。 普通に本のカエルは生態で冬眠するが、牛ガエルや土ガエルなどは、陽性が冬を越すこともある。また、赤ガエル類や、ヒキガエル類は、他のカエルが冬眠している1月から3月頃に、繁殖行動を行う。産卵期には、様々な行動が見られる。最も一般的なものでは、オスは、鳴き声でメスを呼び、メスが近づくと後ろから胸部を前足で、 抱きかかえるようにして、産卵を促し、産卵と同時に縫製して受精させる。集団で繁殖するものでは、俗に、河津合戦といい、産卵場所でオスがメスを奪い合って、互いを押しのけたりする光景が見られる。卵は、水の中に産むものが普通であるが、水辺近くの植物の葉の上などに産むもの、アわすを作るものなどもあり、背中や口の中などで、 卵や妖精を保護する習性を持つ者も,も知られている。また、ごくわずかであるが、体内受精をして、メスの体内で卵を育て、子ガエルやオタマジャクシを産む種類も存在する。カワズはよく鳴くことで有名である。特に配偶行動に関わって大きな鳴き声を上げるものが多くあり、世界各地で古くから注目された。日本では、水田が多い地方などでは、夜に、 たくさんの河津が一斉に泣き出し、河津の大合唱といって夏から秋の風物詩となっている。夜、家の外から静かに響いてくる河津の泣き声の美しさは多くの俳句や歌に詠まれている。鳴るの尾を膨らませることによって泣き、鳴るの尾はのどの前にある種類と両側の方にある種類とがある。約六千6 5 0 0種が知られており、そのほとんどが水辺で暮らしている。 水のそばで生活しないものは、わずかしか知られていない。種数は、アンフィビーウェブによる、この系統樹はに基づく。国内には、以下の6か43種、足を含むが分布する。およそ半分が、日本の固有種であり、本州、四国、九州、北海道及び、周辺地域と、南西諸島一帯で大きく層が異なっている。大型の種類は、 世界各地で食用にされる。日本で食用カワズといえば普通牛ガエルのことを指す。肉は鶏肉のささみに似ており、淡白で美味である。中国をはじめ、欧州など世界的にはカエルを食べることは特別なことではない。ただし、欧州のカワズ食の歴史において先駆的であったフランス人は皇族の国々からカエル食いと野油を込め呼ばれていた。現在でも 英語で、フラグイーター、フロックイーターやジョニー・クロポ、ジョニー・クラポー。クラポーは、普通語で、カエルは、フランス人に対する別称であり、フラグだけで、フランス人を指すこともある。現代フランス料理の祖と言われるオーギュスト・エスコフィエは、若き日の英国王エドワード7世に、自慢のカエル料理を提供し、賞賛を得たが、材料を問われて、言葉に詰まり、頭が三角になる思いをしたという。 後年、エスコフィエは、ロンドンのカールトンホテルで、評判となった、冷製料理、妖精、オーロラ風が買える料理だ、ことを明かし、イギリス食通の間に騒動を巻き起こした。食べ方としては、ソテーやパン粉焼きなどがある。もっぱらももが用いられる。中国において、最も一般的な食用カワズは、カガエルの一種で、中国語では、タトリ、ティエンジーと呼ばれる。 冬に食べることが多かったが、現在は養殖されており年中食べることができる。また、エジプトなどから大型の牛ガエルも移入されて、養殖されている。暗記賞や福建賞などでは渓流に住む、石リ、シージー、ラナスピーノーザも美味と珍重されている。食べ方としては、手足の部分の唐揚げが最も一般的。上下を真ぶたつに切って、内臓を取り出し、スープにする場合もある。 また、カナンでは、カユのブとしても利用される。なお、人へも寄生するカントン重血線虫などが寄生している場合もあるので、生殖や野生の捕獲喫食は危険である。モデル生物として、カエルが利用されることも多い。発生生物学や生理学の部門での利用が有名である。特に、アフリカツメガエルはよく実験目的で飼育される。脳を切除して、 脊髄反射を見る実験は、脊髄ガエルという名が付けられている。日本の理科教育においては、次第に軽視される傾向だが、解剖の実習では、河津が定番である。日本におけるカエルは、生息に公的な水辺や水田が多かったことから、常に人にとって身近な存在となっている。古来より冬眠から覚めて、活発に行動する春から夏にかけての軽物とされ、 万葉集以来、特に鳴き声をめでて鹿に読む。例えば、山上奥らが、雨雲のむ、株式は、三谷福の沢たる、木はみ、万葉集館大後と読んだように、上代では、谷まで聞かれる鳴き声から、引きガエルを、谷福、多軸ひさし、谷引きと呼んだ。和歌での、河津は、主に鳴き声が美しいことで知られるカジカガエルのことを、刺すが、この後は、平安初期頃から、 混同されてカエル一般を刺すようになった。徘徊においては、カエル一般を刺すと思われる妖霊が増える。場所の古池や河津飛び込む水の音、一茶の痩せガエル負けるない一茶これにあり等の句は特に有名。河津は春の季語で、これは初川ズのイメージから。甘ガエル、引き、引きガエル、千引き、ガマ、カジカ、カジカイコールカジカガエルは夏の季語である。 長寿ギが、平安時代末期にも、猿やウサギと共に、人間に犠せられたカエルの姿が、生き生きと描かれている。また、草造史、江戸時代では、幼児鈴飼のジライアが、オオガマガエルをオガマイコール空想上化け物に乗って登場すると、様々な表現のモチーフとなっている。昭和40年代にはカエルを、主人公とした漫画及びアニメーション、ド根性ガエルや、着ぐるみ劇、 ケロヨンが人気を博した。また、サンリオは、ケロケロケロッピという子供カエルのキャラクターを想像した。宮沢賢治は枠は、河津のゴム靴で、西洋からトライのゴム長靴を貼れた日にも履き、得意になっている、文明開化の明治新史を風刺する中編を書いている。21世紀にあっても、桃田直樹の風刺小説、カエルの楽園のモチーフに使用されている。 カイバラ駅券の山和本蔵によれば、カエルの名は他の土地に移しても必ず元のところに帰るという性質に由来すると記述されている。日本ではお金が帰るとして、カエルのマスコットを財布の中に入れておく習慣がある。似たような扱いで、新しいものでは、1985年に NTT が出したカエルコールがある。帰る時に家に連絡を入れよう。 というものだが、今から、カエルというテレビのコマーシャルが人気を呼んだ。中国では、同郷の青ガエル神信仰の影響から、後ろ足が一つのガマガエルが、縁起物として飾られている場合がある。南米のいくつかの地域では、カエルは幸運、特に金運を招くものと考えられている。このため、カエルをペットのように飼ったり、カエルの置物を家に飾ったりすることがある。 また、口を開けたカエルの置物に向かって、コインを投げ、うまく口の中に入れることを競う遊びも行われている。西洋においてもカエルはよく親しまれている。ギリシャ国劇の、河津では、カエルが船を漕ぐディオニューソスを半ば冷やかしながら、歌い続けるシーンからそのタイトルを取っている。日本語では、カエルという語はカエル目全般を指す総称だが、 ヨーロッパ言語では愛すべき生き物としてのカエル、フラグ、フラッシュ、グラナルなどと、醜い生き物であるヒキガエル、トド、クロート、クロポなど、や、ガマガエル、ウンケを区別しており、後者はしばしば人に対する別称として使用される。中世キリスト教では、カエルは、死や臨食など、不常のシンボルとされたが、死後の世界では、魂が、皆そこと地上を循環するという民間伝承を持つ。 ドイツでは、水との親和性や冬眠することなどから、カエルは、人の魂のメタファーとされた。ノーベル賞の受賞式では参加した学生と受賞者が、カエルのようにジャンプする、川津飛びの儀式があり、これは受賞者のさらなる飛躍を願ってのことであるよし。受賞者の参加は自由意志によるが、参加した受賞者には、カエル勲章が授けられる。またアメリカ合衆国では地域によって、 ウシガイルの三段飛び競争が行われている。東洋においても農業が盛んな一部の地域では信仰の対象として事実上の保護動物として扱う国々があり、一方でベトナムや東南アジアでは主に唐揚げとして酒の魚とする食用カエルが養育されいる。その他熱帯雨林気候の地域では多種が生息する身近な動物であるため、 その国ごとのことわざにも登場する例が多い。この他にも世界の森林保全を目的に活動する国際 NGO 団体レインフォレストアライアンス RA が定めた独自の基準を認証した農園で栽培された作物を使用した商品に対して付けられマークにカエルを採用している。これはカエルが自然環境に敏感であり環境が悪化すると 他の動物よりも先に消えてしまうと言われているからである。カエルツボカビ症による、両生類の絶滅が危惧されている。致死率は種類によっては90%にもなる。アザブダイのウネウミジョ教授、獣医病理学は、飼っている、両生類に異変があれば、すぐに獣医師などに相談してほしい。水の管理が最も重要で、水槽の水を消毒せずに排水口や野外に、 流さないで欲しいと訴えている。日本産の両生類についても、その蔓延が危惧されたこともあり、実際に多くの地域で存在が確認されている。ただし、それによる被害の報告はない。むしろ、もともと日本にも生息していたものらしいと考えられるに至っている。自然界の食物連鎖の中で、カエルは、 貝の昆虫類や節足動物類の捕食者としての位置づけだけでなく、上位の多くの生物に対する餌としてもカエルの占める位置は非常に重要で蛇、鳥類、小動物の餌となり、陸上における食物連鎖を支えている。特に日本においては工作の地面積の多くの部分が水田であり、 稲作の害虫となる運カをはじめとする昆虫類、様々な伝染病を媒介する蚊を含めた生物を大量に捕食し、上位生物の餌となっている。水田の補助整備をする際は、カエルの生息環境に考慮した広報が望まれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。